諏訪神社は大阪府大阪市上東区にある神社である。長野県にある諏訪大社の分社である。創建の年代は不明。境内にある石道楼に上和三年四月紀神と刻まれているので平安時代前期にはあったとされる。菅原道真が大宰府に左遷される道中で当神社に参拝したと伝わる。天正十八年小田原攻めの時、 豊臣秀吉が大阪城の天守閣から外を眺めた際、森のように木が生い茂っていた、当神社が目に留まり、参拝したところ、戦に勝利したという逸話がある。その際、秀吉は神社の霊言を得たとして、オスとメスの一体の死子を奉納したとされる。有事死は1885年に起こった、明治18年の淀川洪水で流出したが、 メスジシとそのレプリカが現存している。同神社の獅子舞は奉納後に始まったとされるが、前述の水害で資料が流出してしまったため不明。昭和に入り、戦争のため一時と抱いたが、獅子団り保存会により1968年に復活。毎年秋祭りに行われている。2003年、大阪市の無形民族文化財に指定。夏と秋に開催。 だんじりの栄光が行われる。2007年には、だんじり購入50周年を迎え、記念祭が開催された。秋祭りには、獅子舞が行われている。JR 西日本学研都市線、大阪東線放出駅から南へ500メートル大阪シティバス、諏訪神社前停留所すぐ。古くから、市バスの終着点として利用されている。かつては、 大阪市立総合医療センターへ向かう系統も存在していたほか、近鉄バスが不正規とがもう4丁目間の路線を走られていた。諏訪神社前。ありがとうございます。